畑中県内、文化13年は、日本の江戸時代完成期に実在した庄屋である。出身地は、摂津福島下群社作村。地元、社作の灌溉用水路を完成させ、地域に大きな貢献をした人物として知られる。県内は、法歴3年に庄屋の家柄に生まれる。 だが、当時の車作の工作地は相川下流に向かって棚田になっており、そのため水が行き通らず、水不足のため強作ばかり続いた。米が作れる土地は相川付近のわずかな土地だけに限られたのも村人たちが大変苦しんだ原因であった。それを見た、県内は自ら救おうと率先して、用水路の改作を計画した。江戸時代中期の宝永年間に、県内は 水路の改作工事を開始した。だが、工事はなかなか進まず、下流の村からの反対などもあり、工事を中止せざるを得なくなった。それでも県内は工事を続けた。そして工事開始から数十年後、竜王山の麓で、下大川川から分岐し集落内に流れる 2km に及ぶ水路を完成させた。県内が作った水路は、深山水路と呼ばれ、 県内水路とも称する。県内は文化13年に63歳で、その生涯を閉じた。車作の人々は、県内の功績に感謝し、大正8年に、法林、寺脇の高大神宮境内に、畑中県内日を建て、毎年9月15日には、追悼会を行っている。ありがとうございます。